ウエスタン、工夫早手阪神21日、草薙総合運動場野球場阪神、佐藤輝明内野手が降格後4試合目で初本塁打を放った写真、観客がどよめいた佐藤輝の右翼席への豪快な一発7回先頭で打席に立つと、変わったばかりの奥大輝に対し、カウント1から1低めのスライダーを一振り観客がどよめく中、 打球は右翼スタンドへのソロとなった。この日は幾度のチャンスに悔しい結果が続いていた。第2打席は無士満塁と絶好機で回ってきたが、モラの高め直球に空振り三振。第3打席も無視満塁だった。右腕のスライダーを2球連続ファウルとした3球目再び来たスライダーを捉えた。痛烈な打球は一塁線を抜けたと思われたが、一塁、福田のダイビングキャッチに阻まれ、 惜しくも追加点を挙げることはできていなかった。第1打席は初回1・死1・3塁で四球を選び、好旗を拡大。打線がつながり、取得点を挙げていた。6回は1・死から四球を選び、チャンスメイク。一挙5得点のビッグイニングにつなげた。直近は2試合連続で敵地打を放っていた佐藤輝。打撃は右肩上がりの様子だ。